今回の一件、あんたには本当に世話になった。この中原茂、任侠道40年、あんたほどの男、見たことがねえ。やめてくれ。いや、そうはいかねえ。俺はあんたとどうしても兄弟の杯を交わしたいと思ってる。何？失礼します。何してるんだお前ら。キリュウの兄弟、頼む。俺はあんたに惚れちまった。杯を交わしてくれ。と言ってもな、俺はもう極道じゃねえんだ。そんなことは関係ねえ。要は俺があんたに惚れたってことだけだ。それで十分。勝手な話だな。売借人もいねえが我慢してくれ。頼む。売借人なら俺が引き受けますよ。大吾。お久しぶりです、桐生さん。どうして大吾がここに？例の沖縄リゾート開発の土地買収の件で。リゾートの土地買収だと？ええ、実は今話題になっているリゾート開発に必要な土地の買収、沖縄の東上界傘下の組織が中心となって進めていたことなんです。なんだと？まさかその東上界傘下の組織ってのが玉城組だってのか？そうです。玉城組は東上界の下部五次団体にあたる組織です。その玉城組が東上界の本家の許可もなく勝手にリゾート開発の土地買収を進めていたんです。どうして玉城組は土地の買収を？例のリゾート開発計画の立案者である鈴木大臣が土地の買収を玉城組に依頼したというのが事の発端です。あのリゾートは一定の広さの土地を揃えることができないと動かない計画なんです。だからあの土地が必要なのか。はい。リゾートに必要な土地を確保するためにはどうしても現地に詳しい組織に任せる必要がありますからね。玉城組は格好の存在だったというわけです。その話は分かった。だがどうして大吾が沖縄に来る必要があったんだ？玉城組の土地買収のやり口は非常に強引なものでした。他人から土地の権利書を奪い取るようなことばかりしていましたからね。じゃあうちの先をさらったのも俺の土地の権利書が目的だったのか？おそらくそうでしょう。玉城は中原さんのお子さんを誘拐し身の代として土地権利書を取引するつもりだったのでしょう。くそ、玉城の野郎、手の込んだ真似しやがって。玉城組のような強引な土地買収を続ければいずれ大事になるのは明白です。リゾート開発にヤクザが絡んでるなんてスキャンダル、世間に知れたらリゾート開発はおろか基地拡大法案まで白紙に戻る可能性があります。それで民谷さんは私のところに事態の収拾を依頼してきたんです。そうなのか。世間で囁かれている通り基地拡大法案とリゾート開発計画はワンセットなんです。それはどういうことで？あの二つは持ちつ持たれつの関係なんですよ。どちらかが倒れたらうまくいかなくなる。リゾート開発がなくなれば基地拡大法案だけが残ってしまい、住民感情から法案が通る可能性がなくなります。だからある意味タミヤさんにとってリゾートは自分の基地拡大法案の生命線なんです。なるほど。それでタミヤは自分の基地拡大法案にケチがつかないよう大吾に事態の収拾を依頼したってわけか。ええ、そうです。私は今回の仲裁をこちらの東馬君に頼まれ、タミヤさんと一緒に沖縄まで。
タミヤ防衛大臣の秘書をさせていただいています、東間翔陽と申します。ほう、その年で大臣先生の秘書さんとは立派なもんだな。いえいえ、私はタミヤ先生のご指示に従っているだけの男です。しかし土地の買収を止めてしまえば、どのみちリゾート開発も進まなくなるんじゃないのか。結局タミヤの基地拡大法案は通らなくなってしまうだろう。その件に関しては地域住民との話を詰めながら進める予定と聞いております。どうしてそこまでして法案を通したいんだ。基地拡大法案を通せば、リゾート開発よりも大きな仕事を成し遂げたことになり、次期総理へ一気に近づくからです。なるほどな。東上会としても本来なら下部組織の仕事を奪うようなことはしたくないんですが、ひとたびスキャンダルになってしまった場合、後々警察にマークされてしまう可能性も高い。それだけは何としても避けたいと思い、仲裁の役目を引き受けたわけです。そういうことだったのか。でもまさか桐生さんの施設が買収対象だったとは、正直驚きましたよ。まあしかし、これでどっちにしてもあの土地を手放さなくてよくなったんだからよ、よかったじゃねえか。まあな。しかし今回はこういう結末になりましたが、このままというわけにはいきません。いずれリゾート計画は私の手で必ず実現させます。どういうことだ。あんたはタミヤの秘書だろ。リゾートよりも基地拡大が重要なんじゃないのか。私は沖縄出身です。この辺境の地はこのままなら必ず廃れていってしまう。リゾート開発計画のように直接沖縄に金が落ちる仕組みを作らなければ、この島はいつまで経っても発展していかない。私はタミヤ大臣の秘書ですが、基地よりもむしろリゾートの方が沖縄には必要だと思っています。トーマさんしたっけか、あんた。はい。あんた沖縄の人間なら分かってんだろう。別に沖縄の人間がそんなこと望んじゃいねえってことくらいよ。俺も最初は沖縄に金が欲しいならいいと思ったけどな、やっぱりそうじゃねえ。大事なのは俺ら沖縄の人間が愛せるままの沖縄ってことなんじゃねえのか。一度東京に行けば分かりますよ、いかに沖縄が日本にとって必要のない小さな島なのかってことが。私は何としても沖縄を豊かにしたい。そのためなら多少の犠牲は必要だと思っています。その犠牲が俺らの土地ってわけか。ええ、沖縄には海や砂浜は腐るほどあります。多少リゾートのために切り取ったところで問題はないはずだ。目的のためなら一人二人の犠牲は構わねえだなんて、いかにも政治家さんの発想だと思うんだけどね。でもよ、そんな土地に命張って生きてる人間もいるんだぜ。とにかく今回の一件、これで幕引きとさせてください。失礼しよう、トーマ君。はい。大吾。はい。もしまた東上会がここの買収に来るようなら、そん時は一言言ってから来てくれ。俺にも守らなきゃならないものがあるからな。分かっています。ですがご安心ください、俺が六代目のうちは沖縄には手出しませんよ。本当だな。ええ、俺は嫌ってほど桐生さんの怖さ知ってます。敵に回したら東上会が潰れちまう。ふん。東馬君の夢は彼が総理大臣になった時にでもやってもらいましょうな、東馬君。
その頃はもう桐生さんもいい年になって、今面倒見てる子供さんたちも今の俺くらいの年にはなってますよ。それならいいでしょう。俺は結構しぶといぜ。そうでした。じゃあ今度はプライベートで。4代目。ああ。あのよ兄弟。ん？なんだ。あんたもしかしてあの登場会の四代目ってわけじゃねえよな。それがどうした。え？嘘だろ。四代目っつったらよ、こっちの人間でも知ってるぜ。確か堂島のりって。あんたひょっとして桐生。まあ。今度から喧嘩を売るときはちゃんと相手のことを調べてからにするんだな、兄弟。なんかとんでもねえやつと杯交わしちまったぜ。まあそんなこともあるさ。くはい、桐生、俺だ、柏木だ。柏木さん、すいません。ちょっと今、病院なんです。後でかけ直してもいいですか。桐生、六代目が撃たれた。何？大吾が？どういうことなんですか。1時間くらい前に、本部の会長室で撃たれた。詳しいことはまだわからん。だがどうも本部にいたやつの話によると、六代目を撃った男は風間の親父そっくりだったらしい。え、風間の親父さんに。ああ、そうらしいんだ。とにかく状況が分かり次第連絡する。それじゃあ。どうしたんですか兄貴。どうやら東京でも東条会の六代目が撃たれたらしい。え、それって一年前、兄貴とうちの親父が杯交わした時、売借人してくれたあの。おそらく大吾を撃ったのもその絵の男なんですか。ああ、そうらしいんだ。
子供たちは全員寝たみたい。あの、兄貴、俺は絶対に兄貴の邪魔になるようなことはしません。だから俺を連れて行ってください。わかった。兄貴、ありがとうございます。明日の夜、沖縄をたとう。今日は事務所に戻って支度でもしてこい。はい。ハルカ。ん？リキアのことも頼んだ。え？あいつはここに置いていく。今のカムロ町は危険すぎる。あいつを連れていくわけにはいかない。おじさん。
このワンコ逃げんな。待て、さあ観念しろ。違うっちゃ。どんもどんも。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おじき、
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。申し訳ありません。
っしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。この野郎！ミキお兄ちゃん！泉、ワンコと逃げろ。でも いいから早く。マメ、おいで。ほら。いたなんだ？この野郎！いた！マッカーロー、お前何すんだ！おい。やべえ、出直しだ。行くぞ。待て。おい、大丈夫か。あ、おじき。ずいぶん遅いから心配したんだぞ。すいません、俺がそばにいながら。泉、大丈夫か。うん、
私は大丈夫。マメは やったな、マメ。犬小屋か。でも俺一度大工目指してくじけたんだよな。え？だって約束だもんね、マメ。わかったよ。おじき。